こんにちは。スッチーです。はい、今日はおしゃべりのおつかお付き合いをよろしくお願いします。はい、あのえっ、ー、とね、えー、登録者数が。順調に？ここ1週間で8人減りました。イエーイ違うだろう。 イェイじゃないだろう。まあ、ああのー、想像してたことなんですよ。負け惜しみではなくて。あのー、ちょっと前にあげた、かまたくさんの高級クラブママの一言っていう動画があるんだけど、あれで、あの、一気にね、増えたわけです。で、で、まあ、 鎌田さんファンってすごい多いからそれでちょっと引っかかってみた方がちょっと面白そうじゃないと思ってプチッと登録してくれた方がすごいいっぱいいらっしゃったと思うんですね。それであのまあしてみたんだけど次の動画まあどんどん見てたらなんか違うなみたいな感じでこう 解除してるんだとは思うので、まあ、それは想定してたのであのー、本当に負け惜しみでも何でもなくまあこんなもんかなっていう感じで受け止めております。えっとねあのー、三輪明宏さんの動画をよくまあ見るんだけど「正不」あ「正しい」と「不」 の法則政府の法則っていうのがあって人生やっぱりあのいい時ばっかりではないとやっぱ良くない時もあるとそれはそうですよねそれはそうですよねじゃないよな <laughs> そうだと思うんですあのー、なのでその一気に増えて有頂天になっててはいけない ってていいうののをままあ、心していたので、まあ、一気に増えちゃったけどまあ減ってくるだろうなーっていうことも予想してたのでまあ、政府の法則からいけばあのまあねいい時もちょっと喜ばしてもらった時もあるけどまあ今減ってきてこうかといってこれ なんかさやる気なくなっちゃったもう1週間で8人も減ってさって思っちゃえばそこまでなわけじゃんだけどあのー、やっぱりその悪い方向にばっかり行ってしまうとどうしても人間ってあの元気がなくなったり下向いたりなんかもうダメだみたいになっちゃう。 のはいけないよ、ね、なのであのー、やっぱその政府の法則をちゃんと心しておけばいい時もあるけど悪い時もあるんだよっていうそれがまあねあのスッチの登録者数に簡単に当てはめてしまうとそうなんだけど人生まあいろんなことあるじゃんいい時もあったけどなんか今どん底だよねっていう時もあるわけじゃん。 だけど、絶対ずーっとどん底じゃないはずなんですよ。あの、どん底だと思って、そこしか見てないから、もうすべてどん底のように思うんだけど、やっぱり、いい時もあったし、こう、そこを考えるようにするってことを、美輪さんが言ってたんだけど、だから、いいことがあったでしょと、いいことがあったことを思い出したりして、 そこに感謝という気持ちを持てばその悪いことばっかり考えることはやめていいことに自分の脳を移行すればあのなんか気分がこう落ち込まずに済むっていうようなお話を上手にしゃべれないわ頭悪いからだけどそんな感じでお話をされてたんですよなので あの、うちの親父がね、生きてた時に、名言を言ってた。名言じゃないんですよ、ところが。人生山あり谷ありって言葉があるじゃないで、うちのじいちゃんが温泉旅行に、あの、うちの長男が熱海かなんかに連れてってくれたことがあるんですけど、そこの宴会の時にね、あの、 じゃあ親父一言みたいな感じであのまあ上がっちゃったんだろうね身内だけなのに家族だけなのになのに上がっちゃったのか分かんないんだけどええー、あのー、もう年だから手も震えてましたけどええー、私の人生も谷あり底ありでしたみたいな山なかったんかーいっていうね 間違えたんでしょうね。いくらなんでもさ、親父もずっと谷ありた、そこありじゃなかったんですよ。楽しい時もあったし、嬉しいこともあった。ね。あったんですよ。あったんです。だから、そこをみんな、その、いい時を忘れてしまうと、あのー、今の、例えばね、どん底にいる時、 のこのこここしか見ててないと行き詰まってしまっしうだけど絶対にいい時はあるわけだからそのいい時のいろんなことを思,思い出して感謝をするこの「感謝」という言葉がやっぱりすごい大事なことでやっぱりいいことも誰かのおかげがあったり誰かの力が 加わわっていいことがあるわけじゃんで自分一人だけの力でいいことって絶対にないわけなんですよ。誰かの力、誰かのあの思いとかがあっていいことって発生すると思うんですね、土は。だからあの動画をこうやって発信してても、その私一人だけがこう、 淡々とね、こうやって画面に向かって喋って、誰も、あのー、こう、登録チャンネルして動画を見てくれないと、こう、登録者数も増えないし、私は、ただ単、誰も登録者数ゼロで、ずっとこうやって喋ってるのも、やっぱ、持たないと思うんですね。だけど、やっぱ、あのー、いつも、こう、登録してくれて、 てる方がいて、こう応援してくれて、コメントいただいたり。あの、コメントできないけど。まあ、事情があって、コメントはできないけど、いつも見てるよっていう人も。たくさんいらっしゃるわけです。だから、そういう人たちの。あの、気持ちであったり、力であったり。する、したもので、スチは、いい思い。 っていうか楽しい思いをさせていただいてるわけなんですよね。だから一人であのスッチ、あはあ、私の力でしょみたいな気持ちは全くないんです。あの、本当にね、私がこうやりたい動画っていうのを発信して見ていただいて、あの、少しでもね、ほんの少しでも、全部すごいとか、 賛見て,見てあっちょっとあの元気がついたわとかそれぐらいのちょっとの気持ちを少しでも与えられればそれでいいと思ってるんですであのそういう方からスッチは力をいただいてあの楽しくこうやって動画を発信することができてるわけなんですね。本当に 感謝申し上げます。あのー、感謝申し上げます。はい、宮古流で言うと、ご一緒に。はい、タンディがータンディ。<laughs> あの、父親はね、また言うか、あのー、父親は、えー、夜お酒を飲むときにね、こう、一日のすべてのものに感謝を込めて、お酒、 1> 1杯、2杯、2 3杯飲んでたかな。飲む時にこうやってねすべてのものに感謝しながら「タンディガータンディ」って言って飲んでたんですよ。素晴らしいねその気持ち。涙出るわ。<laughs> 涙出そうになりますが、えー、やっぱりねすべてのものに感謝。 感謝を忘れたらおしまいです。はい。悪い時もある。いい時もある。いい時のことを思い出して、その時に感謝をして、いいことに頭をフォーカスをして、生きていこう。っていうことで、あの、ま、土のお話はこれぐらい。で、<laughs> この続きまたやるんかいみたいな。あの、これ、手作りの帽子も見てやって。お願い見てやって。<laughs> はい、これは、あの、てっぺんが開いてる帽子をこんな感じでちょっと作ってみました。ロシアにこういう帽子被ってる人いないはい、ジュージューでーす。はい。 で、もう一つが、えー、トルコ人っぽい。トルコってこんな色、えー、スッチは頭悪いから、トルコ柄がこういう柄なのか、勝手に思い込んでるだけ。はい。こういう帽子も作ってみました。はい、ジュージューです。はい。はい。もうサクッと手作りは。 見たくねーっていう人も多いだろうから。でもさ、作ったらさ、見せたいわけよ。白髪も出てきたよ、1ヶ月ぐらいでも。<laughs> はい。はい、こんなわけで。えー、本当に、あのー、見ていただいている方、いつもありがとうございます。感謝いたします。ご一緒に。はい、都語で、タンディガータン <laughs> はい、また。 アップします。またね。